るっとやってやろう。さあ行くぞ平八。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。よし、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば、先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。信康め、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。止めよ。武田を勢いつかせてはならぬ。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。セナ、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。信康と武田勢に連携されては厄介だ。先に信康方の砦を落としてしまえ。信康の真を傷つけるのは不本意だが、この状況ではやむを得まい。武田にばかり戦わせて信康は高みの見物。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね、きつくお仕置きしないと。増援はまだ戻らないのかしら。砦は押さえたぞ。私が武田の兵を進めよう。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。勝頼が動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。岡部殿を止めることができたか。ここは私がこの勢いで武田勢を押し戻すぞ。我らが勝頼らを足止めしておきましょう。かつての武田であれば下手な小細工はせず堂々三河に攻め入ってきたものであったが、信康から誘ってきたのだ。小細工ではない。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。だとすれば一大事、申し開きに行かねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかは安定次第だが、たとえ許しを乞うてきても切り捨てるしょ。それが当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと。
桃地に何を言われるかわからないわね。お待ちください。私が私に謀反の意思など。あんたにそんな度胸なんてないことわかってるわ。今は黙って戦いなさい。武田に通じ、兄上に刃を向けんとしたこと許すわけにはいかぬ。信康、覚悟せよ。織田殿は裏切りを許さねえような方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末か。信康を討てということだろうが、そのようなことできるわけがない。無念。あれ、切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょう。家康は身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら僕の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。瀬野、もしや全ての罪を一人で。いや、これも時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、セナ。この家康が成敗してくれる。家康とセナが殺し合うとは、こりゃ面白いことになってきたぜ。いや、受けてみよう。覚悟なさい。突っ込むのよ。受けてみよう。バカ、瀬名様、服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、全ては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ。観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。そのような卑劣な真似を許せる。断じて許さぬぞ。勝利条件変更。俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。瀬名は先ほどの戦いで怪我を。何としても瀬名を守り抜かねば。ま、しばらく俺の手下どもと遊んで。お、任せろ。ここは私が。のやつどこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして許さないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。何、信康方の将が忍びに襲われているだと。助けてやらねば。
ゃ満足できねえ。この上は私も家康様に加勢しますぞ。お見事にございますな。耐えきれず引かせてもらう。ここは私が私とて物の不なのだ。フルはなんだか。おう任せろ。桃地が二人、どちらが誠の桃地かわからぬが、とにかく追わねば。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが妙だ。もしや両人とも偽物か。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。なんと我が家臣であったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしようって。まんまと引っかかりやがったな。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。桃地逃がすもんですか。三代、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ、事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。俺が行って止めてきてやる。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末か。信康を討てということだろうが、そのようなことできるわけがない。この砦さえ抑えりゃ武田の侵入を止められそうだな。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。セナ、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。